皆さんこんにちは。アクセリード広報の鎌口です。アクセリードチャンネルではアクセリードグループの CRO 事業の中核企業であるアクセリードドラッグディスカバリーパートナーズにフォーカスを当て、過去の配信では COO の岡田健吾さんに登場いただき、海外への積極的に展開する成長戦略と様々な取り組みについてお話をお伺いしました。今回はファーマコロジービジネスユニットヘッドに就任されました後藤正之さんにお話を聞いてみたいと思います。後藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、これまでの後藤さんのご経歴についてお伺いできますか？はい、大学で薬学を専攻し、大学院を卒業後、武田薬品の研究所に配属されました。で、入社当時から一貫して薬理研究、すなわち薬の効能の評価する研究に携わっております。はい、まあ、薬理のスペシャリストというところですかね。はい。で、前職では、炎症免疫疾患のリサーチマネージャーとしてチームを牽引したこともあります。はい。で、ADDP 立ち上げのタイミングで入社しまして、5つの疾患領域のチームを牽引し、現在ビジネスユニットのヘッドをしております。ファーマコロジービジネスユニットってどんなお仕事をされているんですか？はい、基本的には化合物ライブラリーからスクリーニングで選定された候補化合物を、実際に効果があるのかないのかを動物や人の細胞を使って、検証するお仕事です。で、それ以外ではお客様の化合物のメカニズム解析や、あるいは先行品との差別化点を探索するなど重要なお仕事もしております。はい。で、がん、中枢疾患、循環器、腎、臓、肝臓、免疫炎症などのさまざまな疾患領域にもを対象に研究もしておりまして、はい、ADDP の中でも一番研究者の多いビジネスユニットであります。はい、そうなんですね。ありがとうございます。ファーマコロジーについての ADDP の強みってどこにあるんでしょうか？はい、ありがとうございます。武田薬品をはじめ多くの製薬会社から集まった研究集団で、各製薬会社の創薬研究で培ったスキル、経験値を有しております。それをその創薬研究で培ったスキル経験をもとに提案するっていうのが、提案力っていうのが一番我々の強みです。で、例えばお客様の本質な課題を見出して、その課題を解決するためのベストな提案ができるっていうところが我々の強みだと思いますし、その結果、課題解決の提案を強く意識してお客様に寄り添ってきましたので、お客様から信頼されてリピートされているというふうに考えております。実際ファーマコロジービジネスユニットのリピート率は大変高いです。はい。アクセリード東京ウエストパートナーズが4月に設立され、CRO ビジネスのキャパシティとケーパビリティの部分が厚みを増すということをお伺いしたんですけれども、ファーマコロジーという視点から見てどのような相乗効果が生まれるって思いますか？はい、ありがとうございます。実際ファーマコロジーのアウトソーシングの需要は大変高いです。はい。で、実際にも弊社は多くのお客様とお仕事をさせていただいているんですが、やはり ADDP だけではキャパシティの限界があるというふうに考えております。で、 ATWP の優秀な人材が加わってさらにキャパシティが拡大することで、我々はすごくそこが期待しているところですし、受託できるプロジェクト数が増え、売上が増加するというところに期待しております。それでは最後に、今後のファーマコロジービジネスユニットリードとしての目標をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。まずはやっぱり海外比率を上げていきたいなというふうに思ってます。この点に関しては会社の方針でもありますし、ホールディングス全体の方針でもあります。で、海外のメガファーマと肩を並べてグローバルに渡り歩いていきたいなというふうには考えております。で、そのためにはさらなる価値、総付加価値を提供するとか提案するということが必要になるんじゃないかなというふうに考えておりまして、例えば細胞治療薬などの多様なモダリティへの対応だったり、特に核酸薬品に注力したいというふうに考えております。はい。メッセンジャー RNA 医薬品やワクチンの創薬支援に関しては、弊社の兄弟会社でありますアルカリスとの協業というのを考えておりまして、もうすでにプラットフォームは出来上がっております。あと、それから人由来の新鮮組織を使った評価というのも注力していきたいというふうに考えております。これは患者のサンプルを使うことになりますので、臨床を見越した
角度の高いデータを提供できるというふうに考えてますので、重要なお客様にとっては重要な価値を上げる施策になるのではないかなというふうに考えております。また最近での AI 創薬というところですが、薬理でファーマコロジービジネスユニットでは AI を使った動物の行動評価というものも今新しく展開させようというふうに考えておりまして、これも他にはないユニークなサービスだというふうに考えてますので、ここも海外展開を考えた上では重要なお仕事になるのではないかなというふうに考えております。はい、お父さんありがとうございました。それでは本日のアクセリードチャンネルを終了させていただきます。ありがとうございました。